なこと俺に聞かれても。10代目が主役になるんですよ。主役の意見を尊重しないと。だから俺は主役と決まったわけじゃ。徳寺がやりたい内容をいくつかツナに提示してやればいいんじゃね。おめえは口挟むんじゃねえ。俺からも頼むよ。何通りか案を出してくれたら俺も助かるし。10代目の頼みなら案を出しますよ。そうっすね。極寺くん、そんなに考え込まなくてもいいよ。おい極寺、どうした？すいません、10代目。なんで謝んの？内容って言われても何も思い浮かびません。そんなに落ち込まなくても。10代目、俺これから猛勉強してきます。失礼します。ちょっと待って。よう、元気か？うん、俺今日は部下の慰安でな、遊ばせてやってんだ。だろ、せっかくだ、お前も遊んでけよ。遠慮すんなって、おごりだぜ。おっと、ゴー。まだまだ甘いな。そんじゃ、配達行ってくるぜ、親父。あう、頼んだぞ、たけし。レバンですね。行くぞ。なんだお前、腹が減ってんのか？だったらそんな卑怯な真似しねえで、最初からそう言えよ。寿司ぐれ食わせてやるぜ。忍者ショーのアルバイトじゃ食ってくの大変なんだろ。いいっていいって、ほら遠慮なく食えよ。親父に途中で転んじまったって言って作り直してもらうからさ。もう卑怯な真似すんじゃねえぞ。おう、いいって言って。じゃあな。
お、ちょうどいい。俺バッティングセンター行くんだけど、どうよ。一緒にやんね。お、俺と勝負しようっての？俺に勝つなんて100年早えよ。なんて、案外いい勝負かもな。けど、野球で負けるわけにはいかねえからな。悪いけど、俺も本気出すぜ。どうした？やけに眠そうだな。てめえには関係ねえよ。今日は授業中爆睡だ。おはよう、ゴケ寺くん。どうしたの？顔色悪いよ。10代目、俺はもう完璧っす。演劇のことは一夜漬けで全て頭に入れました。一夜漬け？おいおい、ツナが来たら急にシャキッとしやがって。眠いんじゃなかったのか？10代目の前でダラダラできるか。なんだかわからないけど。10代目がなんで謝るんすか。さあ、どんどん煮詰めていきましょう。まずは照明で、どんな照明にします？照明？いきなり言われても。スポットライトを浴びる回数が多ければ多いほど、その役者は重要ってことですよ。だから10代目には劇の最初から最後までスポットライトを浴びてもらう予定っす。他のやつらなんて目立たなくていいっすよ。10代目以外は全員黒子でもいいぐらいっす。そんな劇ないよ。何度も言うけど、まだ台本ができてないのに分からないよ。今書いてますから、もう少し待ってください。でもさすが10代目っすね。
台本を見てから照明を考えるなんて。次は、衣装はどうします？衣装？忍者っぽく見えればいいんじゃないの？忍者にもいろんな流派があるんです。どの流派をモデルにするかで衣装も違ってきますから。黒けりゃいいだろう。細かいのな、お前。黙れ、野球バカ！そんな大雑把で劇が成功するか！そういう細かい部分は全部極寺くんに任せるよ。さすが十代目っす。ファミリーの自主性を尊重していただけるとは。十代目がなかなかはっきりした回答を言わなかったのは俺の自主性を試してたってわけっすね。何も考えてなかっただけなんだ。いや、その心の広さに参りました。俺、頑張ります。よく見つけたね、極寺くん。こんな町外れに森があったなんてちっとも知らなかったよ。そうなんすよ、十代目。これも最近見つけたばっかりの穴場っす。秘密の練習にうってつけでしょ。どうかな、練習するにはちょっと不便じゃねえか。足場も悪いぜ。文句あんならてめえは帰れ。俺と十代目で練習させてもらう。いや、俺も練習には不向きだと思うよ。ちょっと草深いというか。任せてください、十代目。俺のボムでその辺一帯吹っ飛ばして広場に変えてみせますよ。ほらよっと。え？10代目！スナ！てめえ調子に乗るんじゃねえ！大丈夫か、スナ？やろう。生きて帰れると思うな。しまった、逃げられた。くそ。あー、びっくりした。飲みに会うくらいなら練習場所黒曜ヘルシーランドにすればよかったよ。今からでも遅くねえぞ。そうするか。そうだな。
待たせしました、服部師匠。何？すまん。てっきり忍者の服部師匠かと。稽古をつけてくれる約束はどうなった？ねえ、そこをなんとか。了解した。じゃあ、そろそろツナがやってみるか？何やってんすか、十代目。つうか、お前の演技指導分かりにくいんじゃねえか。もっとこう、ビシッとひねってズバッといく感じだぜ、ツナ。てめえの方が分かりにくいだろうが。ごめんね、奥寺君。いや、すみません、十代目。つい熱くなっちゃいました。うん、今度はうまく変身できるようにやってみるから。練習頑張ってる？京子ちゃん？今、いきなり出てこなかった？なんかすげえな、今の。極寺より笹川に指導してもらう方がいいんじゃねえか？でも京子ちゃん、変身なんてどこで覚えたの？私、昔から得意なんです！やだもう、ツナさんたら。春ですよ、春。春だ！なんだと？ツナさんが忍者の練習をしてるって京子ちゃんから聞いてお手伝いに来たんです。でもお手伝いって言われても。てめえに手伝ってもらうことなんかねえよ。とっとと帰れ、アホ女。さっきから見てましたよ、極寺さんの変身指導全然なってないです。なんだと。ツナさん、春のこと本当に京子ちゃんだと思ってました？思ってたも何も、完璧だよ。どういう仕掛けだそれ。京子ちゃんにお願いして型を取らせてもらってシリコンで作ったマスクをかぶってたんです。こりゃ手伝ってもらうっきゃねえな、極寺。いらねえよ。お願いしようよ、極寺くん。十代目がそう言うなら仕方ないっすね。おい、様ら、本物の忍者の先生が指導に来てくださったぞ。本物の忍者？パオパオ老子のいとこの服部師匠だ。パオパオパオ老子じゃねえのか。つうかリボンだろ。わからんのかバカ者。服部師匠がパオパオ老子に変身しておられるのだ。そうだったのか、全然気づかなかったぜ。納得してるし。アホ女に頼むくれえなら服部師匠に指導してもらう方がいいよな。春も一緒に指導を受けたいです。パオ。それはそうと、ここへ来る途中で忍者を見かけたが、貴様らの連れか？なわけねえだろ。
俺たちだけで秘密の特訓してたんだぜ。どっかよその忍者じゃねえのか。よその忍者って普通いないと思うよ。おかしいな。確かに見ましたよね、服部師匠。あれはジャパニーズ忍者だな。ジャパニーズ忍者？日本の戦国時代、武将たちの手足となり暗躍した戦闘集団だ。お前も忍者じゃなかったのかよ。なるほど、そうだったのか。お兄さんまで。ジャパニーズ忍者は今もなお人里離れた山奥の集落でひっそりと暮らしている。そんな連中が波盛りに来るわけないよ。妙な話だぜ。大体忍者が何しにこの波盛りに来るってんだ。どうせまた慌てて何かと見間違えたんだろう。俺一人ならともかく、服部師匠も見ておられるのだぞ。パオーン。ひょっとして波盛り中の他のクラスでも忍者の劇をやるんじゃないですか。そっか、そうかもな。俺のクラスは白雪姫だから、おそらく忍者は出ないぞ。確実に出ないです。上等っすよ。10代目、よそでも忍者をやるってんなら絶対に負けられないです。あ、うん、頑張ろうね。許さないよ。ひばりさん、助かった。つーか言ってること矛盾してるけど。君、早く逃げないと噛み殺すよ。君たち、ここで何してるの。てめえこそ何しに来てんだ、こんなとこへ。妙な格好をしたやつを見かけて追ってきたんだけど、君たちの知り合い。んなわけねえだろ。あの者はジャパニーズ忍者というそうだ。確かに忍者装束のようだったけど、やっぱり知り合いなんだね。つうか、さっきも別の場所で襲われたんだよな。面白い。とにかく波盛りの生徒でないと分かれば、今度見つけたら安心して噛み殺せるよ。俺たちも気をつけねえとな。そういえば君たちのクラス、学園祭で忍者の劇をやるんだ。それがどうした。ちゃんと学園祭盛り上げてね。失敗したら噛み殺すか。結局でも噛み殺すんじゃないか。じゃあ僕はもう少しこの辺りを探しながら帰るよ。まずい。俺も奴より先にジャパニーズ忍者を見つけたし、ボクシング部に加入すれば。なあ、ひょっとしてあそこにいる奴がそうじゃねえか。Thank you.
今よく見えるようにしますよ、十代目。くらえ！ジャパニーズ忍者！また消えたぞ。逃げ足の速いやつだ。どこのクラスか知らねえけど、随分練習したみてえだな。そうじゃないと思うよ、山本は。服部師匠、やつに見覚えは？見覚えはねえが、あいつはおそらくジャパニーズ忍者だ。そんなの見りゃわかるって。俺のボムをあれだけの身のこなしでかわせるやつはただものじゃねえ。なんとかボクシング部に加入せねば。こりゃ抜けられねえな。全員味方がバラバラだし。ジャパニーズ忍者、どっかのマフィアに雇われた失格かもしれねえな。マフィアって忍者ともつながってんの？そんなことも知らねえのか。常識だぞ。普通知らないだろ。さよなら三角、待ってきって失格。うぜ。とにかくジャパニーズ忍者が妻の命を狙っていることだけははっきりした。やつらは変装の天才だ。気をつけてねえと俺やランボに化けて寝首をかけに来るかもしれねえぞ。これまで散々似たような目に遭ってるからあんまり驚かないけど。